こんにちは、ケルトの笛の畑尾です。最近僕がハマっているリコーダーでアイリッシュを吹くためのテクニック講座第3回目の今日は、カット、ただし同じ音を切るためではなくて、下から上がってきたメロディに対してカットを入れたり、上から降りてきたメロディに対してカットを入れるためのテクニック、上がるカット、下がるカットについてです。レからミ、左の薬指を使ってカット、ミからファ、やはり左の薬指で、ファからソ、左の薬指でカット、ソからラ、左の人差し指でカット、ラシ、左くす、人差し指、左人差し指でカット、シード、これはあまりできませんね。ドからレは左の中指、レからミはできません。ミファは左の薬指、ファソ、左の薬指、ソからラは左の中指、ラからシも左の中指です。では今度降りていきましょう。シからラ、左中指、ラソ、左中指、ソファ、左薬指、ファミ、左薬指、ミレ、左薬指を使って開指のレです。サミングして、前は1から6を閉じ、レからドは開指のレをして、1の指でカット、ドシ、1の指でカット、シラ、1の指、ラソ、2の指、ソファ、3の指、ファミは3の指、ミレもやはり3の指です。この上がるカットや下がるカットを使うことによって、ダンス曲にアクセントを加えることができます。